町の境界付近にあった金及び銀の鉱山である。1640年に発見され一時期は佐渡金山をしのぐ日本最大の山金量を誇ったが1965年に閉山した。長野金山あるいは長野金山とも呼ばれる。総山金量は2001年の時点で日本国内第7位の28.4トンである。山が野付近の山中に 鎌倉時代のものと推定される行動跡があり、古くから再興されていたと考えられているが、当時の記録は残されていない。江戸時代初期、宮野城豪佐、志村の川で、金鉱石が発見されたことから、当時の薩摩藩藩主、島津光久が、金鉱脈の探索を指示した。光久の家臣であり、宮野城領主であった、島津久道は、 岩見銀山に勤めた経歴のある内山洋江門を呼び寄せて探索に当たらせ2から3年後に金鉱脈が発見された。記録によれば発見の経緯は以下の通りとされる。久道は守備神社で得た神託を頼りに自ら探索を開始し、薩摩国伊佐郡長野郷長野村の肉焼き口と呼ばれる地区の河原で金鉱石を発見し、 さらに上流へと進み山中で野宿した。この時に、久道が、赤牛が寝たような形の岩が金であるという夢のお告げを得て、翌朝の1640年5月12日、夢と同じような形の岩を発見資金鉱脈にたどり着いたという。この経緯にちなみ野宿した場所は無双国と名付けられた。しかしながら、当時の状況から、 実際の金鉱脈発見者は、エモ門であり、久道に手柄を譲ったという見方もある。1641年、薩摩藩は、長野村の金鉱脈発見を、江戸幕府に報告するとともに、金山を幕府に差し出すことを提案した。ただし、この提案は、形式的なものであり、事実上は単なる採掘許可の申請であった。翌1642年、幕府は、 採掘を許可し、薩摩藩に経営を任せると回答している。後になって、金庫脈の位置は、実際には、長野村ではなく、大隅国横川合上の村山がのであることが、分かったため、山が、の金山と呼ばれるようになった。ただし、このことが、明らかになったのは幕府に、長野村と報告した後であり、薩摩藩は幕府に疑念を抱かせることを恐れて、 公式には、長野金山の古障を使用している。金鉱脈付近には、肉眼で、金鉱石と明るい岩が、地表に散乱しているありさまであったため初期の採掘は、露天掘りであった。金山の周辺は、柵で囲われ、東西に板書が設けられ出入りする人々は、見聞を受けなければならなかった。 瞬く間に2万人余りの作業者が集まり150箇所の採掘地と15箇所の先行所が作られ金の産出が始められた。しかしながら採掘開始から1年を待たずに幕府は採掘の中止を命じた。理由は官営の大基金への配慮とされたが実際には産金量の多さに驚いた幕府が薩摩藩の強大化を警戒したためという見方もある。 採掘中止の命令は1656年まで続いたが、このまま秘密裏に採掘を継続していたことを示す記録が残されている。正式に採掘が再開されると金山は再び活気を取り戻した。金山周辺には約1万2000の人々が集まり、作業者の住居や商店が立ち並ぶ町がいくつも形成された。田町と呼ばれる遊郭も作られ、 最国三大遊郭の一つに数えられるほどであったという。やがて表層部の金鉱石が取り尽くされると、地面を深く掘削する方法に切り替わっていった。金鉱脈に沿って掘削された、長い溝の跡が今でも残されている。続いて、行動を地中に伸ばす方法へと移行し、次第に採掘が困難になっていったが、それでも、法歴から文星年間においては、 佐渡金山を上回る三金量を誇っていた。金山は、薩摩藩にとって重要な資金源の一つとなり、借金の返済や幕府役人への心付け、あも川下流部の流路変更、新田開発工事などに利用された。1867年、薩摩藩は、フランス人義士のコアニエを招き、彼の助言に従って、金鉱山の近代化が始められた。 それまでの湾掛け法に代わって、水銀を用いるアマルガム法が導入され金の回収率向上が図られた。また、水力や蒸気機関も導入された。1877年には、フランス人技師のポール・オジェが招かれ、建工の掘削や輸送用道路の整備などが進められた。1904年から1912年にかけて、 鉱山館長を務めた五大流作は、シアンカカリウムを用いる青カ法を導入資金の回収率向上を図り、設備の電化を行うことで採掘、精錬能力を向上させた。1907年には、電力供給のため下流のアモリ川に、水天物地発電所が建設されている。また、精錬所を山が、野から長野へ移転させ輸送の効率化も行われた。 長野精錬所と名付けられた新しい精錬所は最盛期において1000名以上の従業員を抱える鹿児島県内有数の大企業であった。1943年太平洋戦争の激化に伴って均衡産生美霊により不要不急産業の指定を受けて急山することになった。戦後1950年に再開されたが新たな 鉱脈は見つからず1953年に再び旧山状態となった。1957年7月から島津工業が敷屈したものの再開には至らず1965年に閉山となった。山が、の金山は北薩火山群の一つである国見岳の南西陸に位置する。四万都総群と呼ばれる地層を基盤とし、市として安山岩からなる。 火山噴出物や長野層と呼ばれる固定体積物の地層が積み重なっている。鉱脈は主として中心魚に噴出した大螺火山岩と呼ばれる安山岩の中に膜上あるいは線状の形で含まれている。鉱脈は東西方向に多数走っており、最大のものは長さ1800メートルに及ぶ。岩石の割れ目を高温の地下水が通過する際に、 溶解しているシリカや、金属を析出させ、長い時間をかけて鉱脈が形成された、熱水鉱床である。藤本基山、四季道大観1678年、海安行阿青川の川筋直しを考える私学館、大学生涯学習センター編、早戸学南方新社、2004年、ISBN4 から861240212、86 松本達郎ほか、日本地方地質市九州地方、朝倉書店、1973年。ありがとうございます。